という感じにですね、今私がやってるのは48度の、ウェッジですね。ウェッジで、まあ、3メーター弱ぐらいのパターマット、パターの練習場のところで今アプローチの練習をしました。これはまあ結局、まあ、ゴルフ場で、ロブショットやら、ピッチショットやら、ランニングショット、いろいろあると、ランニングアプローチといろいろあると思うんですけど、まあ、ピッチショットとかっていうのは基本的には、寄ったらいいな。もちろん寄せたいけど寄ったらいいな。ただこういう短いアプローチっていうのは、絶対に寄せなきゃいけない。で、こういう絶対に寄せなきゃいけないアプローチっていうのは、ご自宅でね、できるんじゃないかと思うんですよね。で、ちょっとこういうパターマットとかでやると、結構繊細なやり方していかないと、下のバウンス弾いちゃったりだとか、ダフったりだとか、トップなんていうのは意外と始めはあるんですけれど、打ち方、基本的には、まあ、ベースの打ち方ありますよね。ちょっとハンドファースト気味にこう構えて、で、ボールも真ん中ぐらいに置いていただいて、重心を絶対こう、右に乗せずに、左に乗ったままの状態で、打ってくるようなイメージで持ってくる。で、その時に、手の位置が届こうとしないように、そのまんまキープして、ボールを出していく感覚。で、クラブヘッドの軌道というのは、基本的には、飛球線に対してできるだけ、クラブヘッドがまっすぐ上がっていって、ボールをコンタクトして、カップの方に向かってクラブヘッドが出てくる。ぐらいの、ほんとパターンの延長みたいな、クラブヘッドの抜けっていう、軌道っていうのは、非常におすすめかなというふうに思います。で、こういうのを、コツコツと、まあ、できれば、パターンの練習と、含めて、1日そうですね、4、50球ぐらいですかね、ぐらいを、毎日毎日コツコツやってると、すごいこう、なんかね、初めはできるっていう形になってくるんですが、今度、できる動作から、今度忘れられない、忘れない動作になってくるんですね。で、その一線を越えた時に、職人として、言ってみれば、アプローチが得意っていうジャンルに入ってくるかなというふうに思います。それの数は結構ね、人それぞれだと思うんですけど、まずは、こう、打ってみて、10球ぐらい打って、どうしても当たりが毎回毎回うまくいかないな、今までの自分の力だとうまくいかないなと思った場合は、まずは、先ほどお伝えした、打ち方をまずシンプルにしていただく。重心を真ん中の状態から、インパクトの時にちょっと左目に行くと最高ですし、また手の動作も、ちょっとハンドファーストの状態から、それを変えずに打っていくようなイメージ。パターの延長みたいな感じのイメージで受けてくると、より、ボールへのコンタクトっていうのが、再現性高くなってくると思いますので、この練習ね、まあ、ご自宅で、ぜひ、この時期に特にやっていただければ、ね、春先、夏前ぐらいには、さらに